正月お餅、うん、食べて、うん、本当ですよ、ね、まあ、その前クリスマスがあるからね、うん、そうだね、ここでもうチキン食っちゃうんだから、チキン七面鳥とか食っちゃう人も、七面鳥食ったことなくない、いや、もうぶっちゃけ俺もね、な、何なの七面鳥食べないの、まあ、それアメリカ的なあれじゃん、そう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 、うん、七面鳥、まあ食ったことあると思うけど、七面鳥自体なんか、うん、だけどクリスマスに七面鳥とかって食っとう、いや、そうね、チキンでいいよね、うん、うん、大体ケンタッキーとか、そうだね、あとあの銀紙みたいなのが持つとこだ、うん、あのそう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 、もも肉ってさ、子供の時さすげえこれ一個食ったらと思うけど、うん、大人になって食うと結構すぐ食えちゃうの、ああ、なんか なんだっけそれ、なんかね、なんか食ってたね、うん、ささんね、俺あれ好きなの、もも肉のなんかあれ、なんかこれ食ってたかな、いや、もう何でも何でも食ってる、俺あれ大体食ってるから、俺、いや食ってないわ、大体食ってないわ全然食ってないじゃん、あんた全然食ってないな、もも肉、いやいやいや、いや見せてないだけで隠れて食ってんだから、なんで隠れて頭食ってんのよ、怒られるから、誰に怒られるの、本番中だと怒られるから、なんで本番中食ってんのよ、本番中食ったら怒られるよ、なんだって本番中食ってたら怒るよ、うん、うん、あれ好き、あれね、うん、いや、なんかの番組かなんかでもだって何回食ってたんでしょ、それ、それちょっと取っといてぐらいで、なんか言ってたっけ、俺あれじゃないこれ、うん、パーティーのシーンで消え物であって、あ、これあれだ、あ、そのイメージだ、そうそうそう、でちょっとなんか食べたら変えちゃうみたいな、変えちゃうみたいな、だから食ったやつ取っといて取っといてっつって、そうそうそう、美味しいのあれ、あれね、うん、まあそうね、やっぱこの時期ぐらいだかな食うのね、そうだよね、あれね、うん、あれもいつでも食いたいけどね、俺なんかスーパーのお惣菜屋さんとかにね、あれ結構売ってる、だけどあのだでかさだと、あ、これ一個食っちゃうとなんかなと思うから、あんま手出せないんだけど、いや、そうそう、食うと意外と少ない、うまいんだよね、うん、だからそれが食えちゃうんだよ、あ、確かに、うん、スーパーのお惣菜屋さんにあるイメージ、コンビニにはあんまりないイメージだよね、あれこのぐらいの時期から出てくる、あ、出てくるか、うん、そっかそっかそっか、このぐらいの時期からコンビニの惣菜コーナーが、うん、なんかちょっとパーティー的な活気出てくるね、そうそう、漬物のでけえやつとか出てくる、そうするとああもう年のせいだなとか、ああそうか、うん、焼き鳥とかも豪華バージョン、ああちょっとやっぱパーティー仕様というか、パーティー仕様、オードブルみたいなやつとか置いてあるところ、そうだね、そうそうそう、それは言えて、もう確かにもう住宅街のコン近いコンビニとかそういうのがボンボコで、わかるわかる、コンビニ今もうすごい明るい、あのもう飾り付けも半端ないもんね、今ね、まあ場所によってね、そう、うん、あれすごいことになってるもんね、うん、うん、まあ場所によってね、まあまあまあ、もちろんそんなすごい飾り付けのとこあんま知らないもん俺本当今合わせたけどごめんごめん、うん、いやこの前あるところのコンビニがもうね飾り付けがすごくてね、逆にね、飾り付けってね、そのクリスマス的な、そう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 、あれが自動ドアのあの要は入り口のところから、うん、そのところもう入れないんだ、入れないの、入れない、入れるんだけど入れるんだけど中の光がもう出てこないぐらい飾り付けで中の光が、そんなに俺やってないかと思ったんだから最初え、これやってないのかと思ったでもそんなに本当なんだこれ、嘘じゃなくて、そんなにだってそれじゃあもう本当暗幕とかかけてるってことだよ、だからね、うん、あこのね渋谷のね、うん、ところから中野の方に抜けていく、あの中野通りに入っていくとこ分かる、東東下北の、わかんない、何言ってんの、バカバカってなんだよ東北沢の方に抜けていく道、旧山手通りから東北沢の方に抜けてくる道、そんで大山の交差点になってってっていう、あ、こう急、あの、急ガソリンスタンド、あ、そう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 、あれ急に入ってったところの小田急線の踏切まで行く途中の間にサンクスがあるんですよ、そこのサンクスが左側にサンクスがある、そこすごいよ、そこのそこ、そこの飾り付け、へー、この前すごかったんだから、もう本当に夜やってないと思ったんだけどそんなでも大事でしょ、やってないと思ってのに行ったんでしょ、行った、そこ別に近所じゃないよね、近所じゃないなのに行ったってことやってるって分かってたでしょ中見えないって真っ暗だったらやり過ごすもん、いやでも あの表のたまたまあそこ通って、うん、そうそうそう、コンビニに寄りたくて寄ろうと思って行って、うん、やってないとは思わないでしょもうやってないとは思わなかったけど、うん、明かりは全然ないなと思ってね。そう、そんなに窓、コンビニの窓塞ぐぐらいの飾り付けって何？すごい飾り付けが半端なくて、多分頑張ったと思うの。まあまあでもやってんだろうね。うん、そうそうそう。で、それはあれじゃない？そこの店主が。すごい頑張った。うん、頑張ってる。頑張ってる。あ、そう、このクリスマス頑張ろうっつってやってます。うん、なるほど。はい。目立とうと。すごい目立とうとして、逆にその明かりが全然入ってこないから、全然目立ってないんだよ。目立とうとしてって悪口だもん。
だから昼間はすごいこと頑張ってんだろうね。メラドーとして。メラドーとしてって言っちゃダメ。うん。ね。ね。はい。そうだね。クリスマスツリーとか出してない？出してないですね。あ、まあ持ってないんだ。持ってないですね。なんだっけ、おちんちんを飾るんだっけ、姫さん、そんなこと言ってなかったの。おちんちん飾りませんよ。それは、なんだっけ、言ってたの。ゴッドタンの、大喜利シュナイトで、そうだそうだ。どこと言ってんじゃないの。そうだそうだ。なんか言っとなと思って。週刊チンコだっけ、雑誌のね、週刊チンコ。うん。俺、オンエア見てないんだけどさ。週刊チンコの12月号の特集はみたいなお題があってるの、俺の答えでしょ、それ。チンコをなんとかクリスマスツリーに見せる方法って書いたってやつ。最低だけど、面白かった。最低だけどって答えでしょ。うん。ああ、だからか。だから日村さんが言ったって、記憶がすり替わって、なんか怖いね。これなんか聞いた人とかは日村クリスマスチンコを釣りみたいになんかするみたいよ。最低じゃん。それが伝わっちゃう。ね。噂ってそんなもんだから。いやいや、違いますよ。大喜利の答えだよっていうね、うんうん、そう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 、うん、大喜利でそんなの出るわけないじゃんってなるじゃん。あ、もうそんな堅物が出てきたら困っちゃうよ。いや、だってテレビでそんな放送できないじゃん。いや、したんですよ、コトタンってそういう番組なんで。僕もびっくりしましたよ、まさかチンコってこう言っちゃうんだと思って。言ってたの。松丸が問題で中間チンコ。あ、オーヤーした。オーヤーした。はい、しました。はー、すごい。それ答えもオーヤーしました。した？それも、そう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 。ね。面白かったよね、あれ。回面白かったよ。うん。へぇ、そっか。じゃあ、さよなら。